初心に戻りましょう。クイズ見直せーのプレゼン。さあ、8月24日にボス DVD 回遊の振り返ってが発売されました。まだ見ていない方、ゲットしてもちょっと恥ずかしくて見ていないという方はね、ぜひとも一緒に、私と一緒に鑑賞していただきながら、この振り返ってを深めていきたいなという企画でございます。2回ね、この企画をやりまして、ちょっとヴィーナスはこう流木の幻想的なねチャプターです。で、その前回の海不動産、ちょっとね、自分でもちょっと笑顔がこみ上げてきてしまったんですけれども、すごくユーモアあふれるシーンになっておりました。なのでちょっとね、その中でもまず一番最初に振り返ってのこうタイトルとなる初心に戻りたいと思うので、1番のチャプター1の待ち合わせというシーンをやりたいと思います。初心に戻ってね、待ち合わせという、セミが鳴いてます。待ち合わせのシーンで浴衣でいますね。浴衣で待ち合わせしているというシーン、すごい今回の監督さん映像が綺麗で、すごいあれなんですよ、映画みたいに撮られてるので、そこも魅力的ですね。まだかなって言ってます。まだかな、待ち合わせね。来ましたよ、来ました、君が来ましたよ。お祭りに行くみたいですよ。やっぱ浴衣ですもんね、浴衣でお祭り行きたい。なんで待ち合わせして私を誘ったのか聞いてるんですけれども、そのなんで誘ってくれたのかを聞いてるのに教えてくれないと。微笑んでます。そう、しなやかに撮っていただいてるな。道端に座り込みました。座り込みまして、まだお祭りには行かない。一番最初が浴衣のシーンっていうのもね、これもやっぱチェックしていただいて、待ち合わせをしたんですけれども、浴衣で待ち合わせして浴衣のシーンがあった後に、これベッドで寝ているというところにただいま至りました、ね、さあということで、ちょっとね、確かにその浴衣のシーンからまたちょっとね眠っているシーンになっているので、ちょっとねいろいろと今回は最初から楽しめるというか、最初からこういろいろなシーンに移り変わっていくので、
一つのシーン、一つのチャプターなんですけれども、シーンがたくさん入っているっていう、そういうところもすごく魅力的なんじゃないかなと思います。夏祭り、なんで私を誘ったの？ありがとうございます。それの理由がですね、最初聞いてるのに答えは最後にあるっていうね、なんでかっていうのをまず疑問に思いながら見てください。フォース DVD 振り返って、8月24日発売です。